これで安心サーキット。こんにちは、ガガの高橋です。サーキットへ行くために何が必要ですかと、あとサーキットのマナーとか、そういったね、常識的なことね、教えてくださいというご質問がありました。まあ気を使ってうちの常連さんがね、どうやらコメントしたっぽいんですけど、まあ、多少尺な部分はありますが、そうですね、大切なことなのでね、お答えしたいなと思っています。まあね、初めてサーキットに行きましたよ。勇気を振り絞ってね、そしたらテーブル、皆さんなんかすごい機材が置いてあるわけですよ。見たこともないようなね、機材とか大きなバッグとか、圧倒されますよね。わかりますわ。でもね、心配はいりません。もし続けたらね、もう1年後にはね、同じことになってますから今までもう何百人も見てきています。私自身もそうでしたけどね、最初はね、プロボとマシンと、充電したバッテリーだけ持ってね、行くわけですよ。みんなすごい装備をね、一生懸命ある、いっぱい置いてあるんでね、いや、こんなんで俺場違いなとこ来ちゃったかなってもう思うでしょうね。まあ思った人いっぱいいると思いますよ。もうみんなね、ちょっとハマっちゃうとね、もうすぐね同じようになっちゃいますんでね、それはね安心してください。もう必要に応じてやっぱりね増えていくものなのでね、快適にラジコンするのにね、もう絶対いるわけじゃないですよ。長くやってても軽いスタンスでね、もう今言ったようなもうプロポとマシンとバッテリーと充電器とだけね持ってきて見える方もね、もちろんいらっしゃいますのでね、それはスタンスがいろいろありますから、全く気にせず安心して、まずは入ってみてください。そしたらね、ただね、サーキットでね大事なのはもうただ一つだけです。大きく言ってしまうと挨拶だけですね。もうね、ほらね、小学校の時ね、まずは学ぶのは挨拶ですよね。学校の先生にね、おはようございます、こんにちは、さようならってね、まあこれで、ここは学校ではないのでね、自由に誰でもね、出入りできるところですのでね、お店でもありますから、別にそんなかしこまってね、挨拶をね強要するものではないですよ、もちろん。ただね、もちろんいろんなね社会に出られて、学生でも構いませんけど、いろんなところに行ってね、挨拶っていうのはやっぱりね、いろんな物事が円滑にね進むっていうのはね、よくもう私なんかよりも、私みたいな世捨て人なんかよりもね、よくよく皆さんね知ってらっしゃると思います。ですのでね、入ってね、目が合ったらこんにちはと、まあね、会釈でもいいです、こんにちはってね、もうそんなでもいいですよ。もう頼もうみたいな、ね、そんなダメですよこんにちはってね、普通に会釈すれば必ずね、こんにちはって、そこで無視する人はいないですから。無視するというかね、それはね、いろんな方でいらっしゃるんで、スタンスがありますからね、照れてね、照れかけ、なんか恥ずかしくてドキッといきなり話しかけられてね、ドキッとおーっていう場合もありますし、それはね、いろんな方いらっしゃるので、仮に帰ってこなかったとしても、気になさらずね、その人が悪人とかね、そんなわけではないのでね、基本的にはね、ちょっと、心の紐を解くみたいな感じでね、軽く挨拶っていうのがあればね、もう円滑に、コースにはね、お店にはサーキットには入っていけるものだと思います。で、って言ってしまってもね、本当に知りたいのはこんなとこじゃないと思いますのでね。そうですね、何からいきましょう。じゃあ、受付とか、そういった、時間分けとか、あとマナーに関しては、サーキットによって違いますのでね、それは初めての時に店員さんが教えていただけるとね、思いますよ。私なんかちょっといつもし手離せない時にはね、その辺のね仲いい常連さん捕まえて、ちょっとあの方に
ちょっと手ほどきしてあげてよみたいなこともまあありますが、まあ、基本的には、お店の方がねちゃんと手ほどきしてくださいますのでね、ご安心ください。周回方向であったりね、なんだあと周回方向そうですね、まあ、よく耳にするのはね、ぶつかったり、なんかそこのねお互い接触とかになったらね、ごめんなさいとかそういう基本的なルールあると思います。そういうのはね教えてくれますので、大丈夫だと思います。で、まあ、来る前にね、まあ、準備したいものっていうものですね。準備したいものですか。準備したいもの、そうですね、まあ、せっかくねサーキットに行くのでね、いっぱい、駐車場などでね練習したマシンだったら一回ちょっと分解洗浄してね、分解してお掃除してお手入れなんかやっぱり、してあげるとね、トラブルもね、せっかく行ったはいいけどね、受付でね、まあ、例えばじゃあ 1時間だけっていう感じで行ったとしてね、受付をしたはいいけども車が壊れていたなんて言ったらね、ほらまあもったいないじゃないですかね。まあ、せっかく行ったのでずっと走りたいと走っていただきたいなとも思いますし、まあ、壊れていないか行く前にチェックしましょう。あとね、まあ、これはサーキット側からのお願い、まあ、うちだけではないと思います。シャーシの裏面ね、ビスいっぱいついてますよね。あれが出たりよくあるんですね。そうなると路面が傷ついてしまったり、カーペットだったらカーペットにね穴が開いてしまったりするので、よろしければね走行前の底面のチェックなんかしていただけるとね、大変サーキットとしては助かりますのでね、ぜひご協力、してください。あとね、まあ、うちはお店にねパーツそれなりには置いてあるお店なんですけども、中にはショップはなくてね、コースだけというところもあると思います。ですのでね、壊れたらもうそこで走行不能ですよ、ね。ですので、よく壊れやすいパーツはぜひね用意していただけるといいかなと思います。あと最初はね手軽にもうお家でね充電していって、それをバッテリーを使ってもらったらいいかなと思います。で、まあそんな感じで気軽に来てください。で、じゃあいざ香水ですね。心配なのはやっぱり邪魔になるのではないかというところにつきますよね。これはねサーキットというところは基本的にはですよ、基本的には接触した場合、これはね実車も一緒ですよね、きっと。もうよほど悪意がない限りは、ぶつかった方もぶつけられた方も50対50だと考えてください。長くやってる方はねそこは、わきまえてらっしゃると思います。ね、最初自分がフラフラしてね、おっとうまく走れない、後ろが来た車に進路妨害しちゃった、ガーンぶつかったね、そしたらねやっぱつい口にねすいませんごめんなさいって言うと思いますよ。言ったらねきっとあれって思うかもしれないですよ。ぶつけてしまっ、違うな、邪魔した方だからその、ぶつけた方違うな、まあどっちもいいですわ。まあ、一般的な加害者被害者の考えですね。と、まあ例えば自分が妨害したりぶつけてしまったり、邪魔しちゃったりして、加害者という考え方で、まあ、その逆の方も、まあ、一応被害者、まあ、サーキットでは加害者も被害者もほぼないですよ。ですが、まあ、今説明のために言いますが、その被害者の方もねごめんなさいってきっと言ってくると思います、ね。これはお互いやっぱり、まあ、さっきの挨拶にしっかりね、気持ちよく、サーキット走行を、ね、楽しむために、なんかもううちだけじゃないです、これは全国的、多分どこ行ってもね同じような空気になっていると私は思いますね。まあいろいろ当然私もねかなりもう行きましたけど、大体その風潮ですのでね、そこはねご安心いただければいいかなと。でやはりね、自分が邪魔しちゃった場合ね、ごめんなさいと、すいませんとね、言いましょう。聞こえるようにね、まあ、よくねすいませんとかごめんなさいとかね、言っても聞こえないようでは言っていないのとね一緒なので、まあその方のね耳に届くぐらいの
声量はね頑張って、まあ、出すようにちょっと努力してみてください。ときっとね、当てられたり邪魔された方もきっとねごめんなさいって言ってくれると思います。それはね、あと逆の立場になってもね、よかったらね、自分がね走ってるとこ前フラフラっと来てきてガンと当たってしまったできっとね、まあごめんなさいごめんなさいってこっちからもねごめんなさいって、言うとのがねサーキットのね、マナーかと思いますのでね、そこだけ、守っていただければね、いいですよ。あとそうですね、充電待ちとかちょっと、自分の走れない時間帯の場合ね、よくこう見てま、ボーッと、ね、見学とかするじゃないですか。見学の時ね、もしよかったら転んだ車ね、ぜひ助けに行ってあげてください。そしたらね、まあ自分もね走って転んだらね取りに行くの分かると思うんですけど、これはお互い様ですのでね、取りに、きっとね、小島走って見てる人がね転んだらね、きっとね誰か取りに行ってくれますよ。まあ、サーキットってそういう雰囲気のとこです。なので、逆もしかり、転んでる人がいたらね、まあ、一生懸命もう転んだら喜んでー言うてねそこまですることはないですよね、ちょっと気がついたらね軽く、行くとね、すごくいい関係がね、築けるかと思います。まあこれ笑い話ですけど、昔ね私結構前ですね、あれは矢田部アリーナにね全日本のバギーの、ね、練習に行ったことあります。そこでね、自分は転ぶじゃないですかとね、コロンとね転んだ時にね、取りに行きました自分でね、誰もいらっしゃらなかったんでね、で私が行きました。そしたらね、やっぱりコース内にいるとバギーなんで特にね、あっちへこんじゃ転んでるわけですよ。そしたらね、転んだらね、すいませんお願いしますって、やっぱね、あ、それはお互い様ですので僕も言いますし、会った時にね喜んで言うたらね、みんなね笑ってね、笑顔になってくれました。まあね、まあ、別に自分がそんなピエロにならなくていいですけど、そういうのもね、大切な人間関係とかね、楽しい空間を作る上でね、まあそれ慣れてきたらやると面白いですよ、喜んで言うてねまあそうですね、あとなんかマナーあるかな、まあ時間分けがあったらね時間を守りましょうとか、例えばね時間分けないとこでもね、こう速い車がねピュン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 上級者がねなんかタイムアタックしてるなって感じたらちょっと待ちましょう。きっとね、まあそんなせいぜいねバッテリー、そんなね上級者なんか特にねもうタイム測ったら終わりとか、あと動き見たら終わりとかね、なんだろう、まあ、そんな長く走りませんのでね、まあ、5分10分ちょっと待ってもらったらね今度自分の番です。で初心者の方はね、強くバッテリー握れないですから逆にね長く走れないですよ。ですのでやはりね、時間分けなかったら10分ぐらい走行させたらね、ちょっと降りてね譲るなどこう気配りなんかしていただくといいかなとは思いますね。あとなんかありますか？なんかあるかな？もう思いつきませんそう難しいことはないですね、気軽に、臆せず、ぜひ、乗り込むじゃないな、遊びに行きましょう、ね、そしたらきっとサーキットのね、先輩たちというんですかね、長く楽しんでる方は心よくね、受け入れていただけると思いますのでね、行く方もまあ多少、まあ道徳的なね、挨拶であったり、スカッターぶつけられた時にはごめんなさいの一言でね、非常に全てが円滑に進みますのでね、そのあたりだけを守って楽しいサーキット走行を行っていただけるようにねお願いいたします。また、ご質問などご要望などございましたら、コメントなどねいただければなるべく反映させていただきたいと思います。それではまた次お会いしましょう。さようなら。